日本唯一の林業専門番組、自伐ニュースのお時間がやってまいりました。今日はですね、環境プロジェクト、自伐型林業推進協会、新しく、立ち上がっているプロジェクトの紹介をしていきたいと思っております。実はですね、私、今収録、しておりますのは6月15日ですけれども、13日、14日と、2日間にわたって、橋本さん、ポスターにも、出てますけれども、徳島県の那賀町の橋本さんの山に、行っておりました。それの、今回本編ではですね、高田博臣さん、土中環境の高田博臣さんも、正月か、年明けぐらいに行ってたので、その映像をお届けしたいと思っております。で、昨日、おとといは、協力者になり得る人とかですね、山に行くんですが、ここにあるとおり、儲かる林業って書いてますけれども、経済的にどう儲かるかっていう話、だけではなくてですね、自伐型林業、環境、持続可能な、環境共生林業を実現する自伐型林業というところで、その橋本さんの山にどういうふうな植生があるかとかですね、すごく希少な、樹種とか生態系あるんですけれども、そういったところなんかを掘り下げていく、プロジェクトになっておりますので、皆さん注目していただければと思っております。これもそうですね。今の、苔をね、こういろいろ見たり、いろんな種類の苔があるってことでなかなか面白いんですけれども、まあその件を、今日は本編でお届けしたいと思います。それでは、日本一林業専門番組、自伐ニュース、今回は環境プロジェクトの、高田博臣さんの橋本光さんのあたりを紹介していこうと思います。それではどうぞ。日本一林業専門番組、自伐ニュース、今回本編は、橋本山林を、高田博臣さんと回るというところをお伝えしていこうと思います。2023年の1月にですね、土中環境、新しく本来の土木か。というところを、提唱されている高田博臣さんが、橋本さんの山に行って、どういう山なのかということをですね、見てくださって、おります、その模様をダイジェストにまとめてありますので、ぜひこちらを一緒に見て いければと思います。じゃあちょっと映像を行きましょう。私も一緒に見ていきます。あれすごいですね。右手に高田さん、真ん中橋本光さん。もう私はこういう、はい、直の木はね、今日本で何本でもあるでしょ、こういうような変わったのが少ないんでね、こういうのってさ、地域にあります、地域ですね、神社という、だからそういうのね、生命やっぱりこう根っこを伸ばしてそこからこう立ち上がって、こういうのもね、ちょっとさ、いる人おりゃ分からんのね、この橋本さんの山林は針葉樹、人工林と天然林が混色してる。行政に任せた時、もうこのくらいその木がブワーッと来てたんで、それ残った、それって何年前ですか？もう40年、45年以上前。40年経って、こっちはこんなもんなんですね。はい、やっぱり大きいの来ちゃって。はい、じゃあ、参りましょうか。杉ヒノキが、だいたい平均寿命が90年。これ側面がよく安定してますね。170年のところもあります。はい、安定してこう苔が開いて乗って、本当に、ボロボロしてるとこう何箇所もなかったですね。道作りをしていくんですけど、その道が完熟っていうことを、ね、10年に10年サイクルですんでね。はい、次入るのはここ10年目ですけん。ああ、そうですか。はい、俺ね、開設したのは多分30年ぐらいなんですけど、10年ぐらい前に、制御、間伐をしたというところで使ってるというところですね。側面よく出てきてますね。この肩の高さぐらいまでの道ですね。深く掘ると、もう根っこまでから崩れちゃうって。してますね。全然安定してる。掘れたらないですからね。崩れてないっていう、壊れない道作りなの。これやっぱり張ってる植生ルートなんですわ。はい。やっぱりいいとこ取っとったらそう、荒れることない。皆さん分からん気に入れるからね、崩したり荒らしたりするんですよ。原則はあるんですけど、やっぱ路線を決定するってところがポイントだという話をしてます。崩れんところね、崩れような作り方したら崩れるはずないだろうと言うんです。
当たり前のことでしょ。当たり前のことをせないかん、ね、これ、まあ道を林道入れる前は小道が入ってました。小道だった、はい、あの車道、車の林道を入れる前は、その三井さんがいろいろ入れる前は、ほとんど歩く道だったですか。いや、ありません。何もなかった。あ、そうなんですか。まあ、こういうの状態、うんうんはい。でも昔からその中で、ここで山あの生産してたんですよね。三井さんが入る前に、ねうん。その前はね、うん、ほとんどここはやってなかった。使ってなかった手付かずです。あ、そうですか。うんうんとにかくこれ、うん、風線張るには張りにくいでしょ、はいうん、強制伐採の時にこの、ね、この、うん、この辺りまで、うん、金まで出してますけどね、はいはいうん、ほんでこれもし私らが帰って、うん、これ遅かったら、はい、この辺りがもうちょっと移動ごとに駅ありますけどね、はい、そこも全部切られとったと思います、うんうん、ギリギリセーフだったんです、うんはいうんはい、しっとりとしてますね湿度でした 落ち葉がちゃんと残ってるやっぱり落葉樹と両方あるっていうのが両方ですからね。あの杉だけだとパサパサしてね。うん。そういう切り株がまた大事で苔が乗って。うん。切り株が苔乗ってね。あのこれがちゃんと水が染み込む場所になってますからね。ものすごいここ。もう頂上に近いところはこのようにね、コンコリンできるだけこう。うん。だってなかなかこうやって土がむき出しになってない山って今見えないですからね、うんうんうん、これ下が結局硬くなってくるともう落ち葉なんて風で飛んじゃうから、うん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 、こんな補足されて残ってないですから、ね、あそうですね、うんうん、だからしっとり感が、うんうん、しっとり感がしっとりしてるしっとりとしてますよねこれ1月なので今行くとめっちゃうろいがないといかん今行くともっとすごいです緑が。あ、でこれちょっと見てください。しきみ。はいはい。あの天然一本切ったんですか。天然とね人工林の違いはね、はい、これ、うん、ここまででもこれ10年以上かかってますでしょ。うんうん、まあこれはここから出てきたでしょうけどね。うんうん、普通だったらこのぐらいまでね、うん、このような年輪で行くんですよ天然は。すごいですねこれね。はい、うわこれはすごいわ。これ天然だから、うん、最初の若いうちにゆっくりと。はい。って。ここで何かあったのかな例えば上に開口ができたとかこれひょっとしたら、この時に、うんはい、あの炭、雑木を切ったと思うんですよ、この時になるほど、はい、それで光が、はい、光の環境が変わって、はい、そうです、だいたい最初に、うんあうん、家のあれ見ても最初は、うん、今度でしょ、うん、それであの、うん、雑木を切って炭のために、うん、それでまたちょっと目柄になるんですよ、うん、それでまた積んでくるんですよ、はい、それでまた積み切るでしょ、うんうんまた、ほんとまた次切ったらまた洗わないで、うん、まあ、その繰り返しです、うんはいはい、天然は。うん。うん。やっぱりこうよく染み込むな。高田さんのブスブス刺すんで、こうやってね。空気がどうなってくるか。ぐっと空洞があるんだ。ぐっと空洞があって。ほんとまたぐっと空洞があってさ。うん。うん、ここに、要するにこれがついて、ここから染み込んだ水が、下の根っこも朽ちますから、そこが、ちゃんと水が染み込むラインになって。うん。台風の後は、はい、いろいろ見回ったりされます？これね、台風の後来てないからね、こういうのが降っとるんですよ。ああ、でもこの程度なんですね。はいうん、年間降水量3000ミリという、凄まじい地域です。まあ、これここは石垣は積んでない石をこう、うん、刺してって、うん、パッとできたら、ユンボで、ええ、電圧して押し込んでると言ったらいいかな、はいはいうん。それ落ちてきたら、ね、降ってきてますね、うん、ここでね。そこだな、はい、そこですね。でその時間帯に、ねうん、こういう、はい、木が入ってきますんでね。ええ、はい、そうですね。止まっていくんです、はい。うん。そう、これは、うちも僕もやります。うん、刺して。ここ、鹿はどうですか？鹿。鹿、はい。うわ、多いです。多いですよね。はいうん、動物園です。で、うん、でこれね、うん、そうなんですわ、ええ。あ、ここ鹿道だな。うん、で、鹿の、うんあの開発して植え付けしても、はい、アクリル自体もね、ほとんどないんですよ、ヒノキのが、うんうん。そんなことしよったら経営できるでしょ、うんうん、だからもう開発をやめて、抜け切りにしたら。そ、は、れ、い、で、できるだけこういう、うん、ね、広葉樹残しちゃったら、はいはい、次に来るでしょ、うんうんはい、だから、ね、そのようにね、うん、して金かけんと、うまいこと鹿対策したらいいんですよ。皆さんね、みんな。戦いますからね、あんなネトロンパイプに入れて。最悪ですよ、あれね。今日もありましたけど。
やっぱり宿やってね、生活せりがんのでね、これ餌なかったらこう針葉樹食べますわ、でもこうやって広葉樹結構ずっと残しておいたったらね、それほどやられんですよ、ここが大雨降って、ここは水切りしたところですか、ここは水切りじゃなくて自然に流れてきたと、ここはね、はっきり言ったらよく自然排水、はいはい、そこで水切りしてます、上でね、あ、そっちね、はい、でたまにこう、ところどころ外7、4の時はちょっとね、ちょっと低いにそれだったら自然と、大体20メートル間隔で、集めていきませんのでね、できるだけ分散するようにやってます、溝分散、ここは特に掘らずに段にして水切りにして、もう林道を作る時からこうしてました、もうこれをね、大体20メートル1本、はい、小林先生は水切りをせよと、見たら道も荒れることないと、で長いこと来てないんで、これちょっと溜まってますけどね、普通横断橋で横に切る目ですよね、こうやったらオーバーしていくんですよ、だけど斜めからね、こう来るように、できるだけ抵抗のないようにやっといたったら、そう、オーバーしていくことないです、そこを広い板にして、これを掘りました、水を掘ったんですか、ちょっとこう、あと本当に平らにして、ここであれですよね、こっちに流行くように、ほんで最初作るときはこういう状態やけど、ここで水切ろうかっていうときちょっとこう掘って、できるだけ外が広く、末広がりにするんですわ、このようにね、で水がこう自然とこういう、ね、水が本当に注目してましたね、水の動き、こういう根がね、もっと太ってきますわ、これでもう一つありがたいことにね、根が横行くでしょ、これでこれで畳んで、これがね、外でも同じようなことが起こるんですわ、こういう根がね、こう行くんですわね、で、この路肩をね、守ってくれるね、細い道なんですね。こうやってちゃんとちょっと広げちゃうと、参道のあのっていうか神社の参道なんかでも、こう平らなところで、その両脇に盛り土が盛り土のところに大木、木が大木になっても、やっぱり根っこはこういう方向に伸びて、こっち来ないんで参道には来ないですよね。あれなんででしょうね。人間の振動もあるのかな。で、高田さん。はい。この杉のこの辺りから根が出るかどうか、どう思います、まあ、出ますね。ああ、そう、ご存知。さすがやな。ろかた一番大事なのね、この基礎のところ、ここだけは絶対、地山と持った辻がずれていかんようにやりますわ。ここだけは、本当に上、土、転圧して、ずっと積み上げてきます。その時、置くだけじゃなしに、もうすり込んで、絶対、動かんようになるっていうぐらいまでやります、やっぱり一番大事な基礎のとこですわ、あの石垣でもね、基礎石っちゅうだよ、あれが一番大事なんて一緒でね、道もそうなんですよ、もうあれですか、水平に積み重ねていくように水平というかこう、やっぱり斜めですね、こう勾配かけた方がいいからでしょ、だん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 こう勾配かかるように、これでこれね、こういうやつ、私は全部これ植え替えていってますので、こっちに持ってきてるね、これ普通皆さんここはしませんけどね、これが後でまたね、役にしてくれるんですよ、これはあれですか、水切りで入れたんですか、じゃなくて作る時、すると土が弱いとこあるでしょ、その時は危ないなと思ったら、横に入れてやってます、最初ここ土作る時、土やっぱり弱かったと思うんです、ここはどのくらい経ってます、ここも30年以上、ここはね、30年ちょっと、ここちょっとあれですね、そこボロボロ来てて、あとここも、少し流れてますね、でも、またこれね、こういうところで、自然がね、同じようにパッと落ちてきた、あのぐらいでしょ、これほんな土ものけてませんしね、これでね、だいたい直角断球できると上がまた浸透良くなって、これで安定しちゃいますね。ほんでこれありがたいことを願ってね、こういう根が出てくるでしょ、これが止めてくれるんですよね、この状態で根が出てきた、まあ、ほんでこれ、まあ私はね、あの言うたら、一つの破砕なんですわ、これね、これここが破砕帯なんですね、こうなんで、ほんでここ、この流れでね、まあこういうところはやっぱり、そこがぐちゃぐちゃになったんで、木の成長がいいんですわ、その深い位置までこう、水、空気が動きますからね、破
浅い体ですね。ここが。それここをつけるときはどうでした？あのどういう状態だったんですか？ここ最初やっぱり特別気をつけたところってこの辺は。石灰岩が、はい、動くのどうかそれだけ気にしましたけど、はい、あとはそんなに、はい、そうですね、あの、うん、岩が引き上げてくるし、だから露岩ってのは、うん、あのこういう山頂部にこういう岩場があって、それそういうところにもう水が常に滴って、そこから流れが始まるってところも多いんですよ。で、集落の水源がこの尾根筋のこの辺にあったりしますからね。うん、だからそれが枯れないんですよ。で枯れないってことは、まあ、苔もこう水を引っ、こう霧を集めてこう水分供給するし、あと岩の間を通って伝ってこうそこに菌糸が乗って。それ伝ってこう吸い上げる。これもう川までずっとつながってますからね。浅い手合いですから。だからそれが川が、あの、健康な状態だったら、そこがもうポンプのように上がってくるっていう。で、そこに木があると木がまた吸い上げてくるんですね。あ、それであるね、これがずっと奥行ったところに、山の頂上で水が出るんですわ。はい。ああ、そうですか。あ、今行けるんですよ。今行けないか。弘法大師がね、ついでプッと言ったら、弘法大師、水大師いうこと、あれやっぱり西方の原理ですよね。そうですね。あの西方とあと岩でしょ。やっぱり岩がありますよね。高い山があったら、そこでこう来ると。それもありますね。で、だから露岩っていうのはやっぱり祈り大事にしてたのは、やっぱり、そういう露岩っていうのは露出した岩。だから、尾根筋で露出したところっていうのは、もう山全体にとって大事で、ここをちゃんと守ってると、そうすると山も保湿され、湿度が保たれる。女性は林業家、ここの山主さんですね。だから昔はやっぱりね、いろんなところ、地域で岩場は切らないで大事にするっていうのが多くて、だけど戦後切られるんですよ。戦後こういうところがバンバン切って人工林植えたところはもうダメ、乾いちゃってダメなんですよ。そういうこと知らんのちゃうんですよ、今の人は。知らないでしょうね、多分ね。多分知りませんわ。でも、ちゃんと水源を取った後が、あの、昔こういうとこ修行もするじゃないですか。修行する人がちゃんと、あの、岩を削って、水を溜めた後とか残ってますから、ところどころ。でも、今はほとんど枯れちゃってますけどね。こういうところが乾かさなければ、この山全体が高い位置ですから、ここで水を集めて、周りも潤して、だからここ、やっぱり、だからここに祈りの場として、ここを聖地にして、なんか、祠を置いたりして、守って、だからまあ、ここ、一番高いところに露出してるっていうのがすごく大事なことで、ちょっと変な質問しますけどね、昔はあの土葬の場合、墓場はやっぱ山の上の方にあると、山の上ですね、あれは何でかだ、あのね、腐った時に、声になってどこ行くとかね、これは言うてましたけど、大体ね、中世は山頂まで持っていくんですよ、30分ぐらいかけて、でそんなところまで持っていく理由っていうのは、大体集落の水源の上なんですね、あのその土葬するところは。でその山頂部に植えて、その時炭入れたり枝入れたりして空洞を作って植えて、で人間だからどんどん木が吸収、栄養を吸収して、でその木を切るってことはもう墓を暴くのと同じ重罪だった地域が多いんですね。だからあの木、要するにその周りの木がどんどんでかくなりますから、その土葬墓の周りっていうのは、それが根っこを伸ばしてまたあの土地あのいい水を下に出してっていう、それがやっぱり昔は、多分中世の墓そうですけど、多分もっと昔からそうだったと思うんですね。あの弥生時代とか江戸時代、あの縄文もそうだったんですけどね。やっぱり そういうところで考えとったんですね。多分感じてたんじゃないですかね。そうすると良くなるっていう、はい。やっぱり路肩大事ですよね。そうですね。すごい道なのか。でもこれでちゃんと安定してるわけですからね。そうですね。ここはやっぱりこのここしかなかったですか。これね、方法としてはこう行く方法もあったけどね、次またヘアピン取ってこう上がるのがちょっと難しいんで。あ、そうですか。私はね、いい木はできるだけ伸ばす。ベストベータングッドってあるでしょ。ベストの道になったらここがこういてね、ここでヘアピン取ってこう上がったらいいんだけど、何本か木切らないかんようになったんで、そうなったらちょっと辛抱して、これでこう距離そんなないんでね、まあ急でもこっち行こうかと思う、まあこの木もこういけたらかかるけど、切らないかん場合はちょっと下げてやるんですわ。下げる、ちょっとね、こう直で乗っても少々曲がっとったって構いませんけどね、あの漁水道と違いますから、もうのらりくらり行きます。だから最近の道を見てると、この
こう角度もまっすぐのまま、うん、それでちょっと曲げれば少し一段つくのにっていうところが、まあね、あの機械の都合でやってるのが多いですから、こうね、あの橋本さんの山は微妙についてますから、ね、はいはい、うん、で自然なりに言い方ね、やっぱ、アップダウンがあるんですわ、はい、うん、それでもないね、通行にね、うん、そんな害になりませんのでね、うんうん、それでそれで土地が安定する、その方がそれで全然安定しますからね。そうです、うん、この微妙な地形と、はい、これが綺麗なんですよ。あのこの水切りの段が綺麗。これがちょうどいいところにこう平らな段があって、この細かい地形の読み方ですね。うん、はいはい、あの微妙な地形で普通に合わせていくっていう。ああ、うん、やっぱりこれね、うん、自然に逆らわんといたらこうなるんですわ、うんうん、光当たってきれい、ちょっとなんかね、よう言われます、うん、こんだけ木あんのに林が明るいとはよう言われますね、うんうん、まあ、私はあんまり感じませんけどね、ずっとあったら切りすぎない、残して光が入ってるっていう、ね、しかもいい明るさですね、あの下で、あの森が崩壊する時の明るさは上がなくて下は藪になってるのような、だけどそうじゃなくてちゃんと下もこうやって海藻になって光が入って、うん、なるほど、うん、いい明るさだね。全国はと言うたらちょっと語弊あるわけな、はい、私が知ってる限りではね、うん、こういう山ってほとんどないんですわ、うん、だからこれね、はい、昔も大事に、うん、こんなの作れ言ったってもうね、うん、そう作れませんでしょ、うん、だからもう私はこれね、大事に守っていきたいなと思いますわ、はい、うん、まあ、あの紅葉樹だけの山だったら結構ありますけどね、こういう針葉樹のコンコリもね、うん、そうですよね、少ないんだよね、うん、これあのこう地にこう空気が、水と空気がこう染み込んでまた下から湧き出してっていうのを繰り返してるところだと、はい、こう落ち葉や枯れ枝が絡んで、はい、飛ばない紅葉と安定しちゃするんですよね。だからこれちゃんと土が水を染み込んでる状態、はい、ああそう、ね、ええ、だからこういうふうに なるほど、うん、ああ杉だけじゃなくて、うん、普通やっぱりなかなか土こうやってむき出しになるところ多いですけどね、今に、ここは、うん、はい、そうですね、ま、そんなとこは、ええ、ほとんどないです、はい、かえってこれ道にこんな持ってきて、ね、ここね、弱くなるので、うん、これうちの子供が見たら焚き付けに拾ってくる、ああそうですねそうだ、やっぱりこれなんですよね、この歪みが地形を細かく見てね、こう曲がってこういくでしょ、ね、今の新しくつけられた道っていうのはもうこれここをまっすぐにしちゃいますからね、うん、そうすると森切りも無理が、うん、無理にかかるし、うん、蛇行してね、やっぱりちょっと微妙な地形、そこちょっと谷に、少し山の方に行くと傾斜緩むし、それまた離れればね、でこれ細かくつけていけばこう水も一気に走ることないですしね、うん、だから昔の山道ですね、なんか懐かしい、最近のだと、うん、昔のっていうか昔はよく見た、なるほど、今機械で強引に、まあ、ご機械の扱い方と土地をの読み方でしょうけど、はいはい、うん、まあでもできるだけこれ命があるので、はいはい、うん、できるだけ避けて、そうです、橋本道治さんと信子さん、夫婦でやり続けてるリングを現場で見ます、40年やってます、このでもね、この微妙な起伏がこれ壊れにくさにつながってますね、この微妙な起伏が壊れにくさ、はいはい、水が走られる、はい、うん、だから本当にちょっとした配慮なんでしょうね、うんうん、こんな意識せんでやってますけどね、うん、もし、うん、山なり地形なりにやってますけど、やっぱりでも、あ、これ自然だなっていうので気持ち良さを基準にされてるんじゃないですか、もうほとんど修復することはほとんどない、ないですね、まあ、使う時こんなん、ええ、もうのけるだけ、のけるだけですね、そうですね、はい、うん、まあたまにイノシシがね、うん、はい、掘って割ることはありますけどね、はい、うん、はい、うん、そのぐらいですね、しっ
昔これ2トンダンプか2トンかあのこれね、はい、うん、あの考えることないんで、あの3トンのミニウムが通ったら2トン通るんです、はい、ああ、うん、そうか、3トンでやってればそうなるわけですね、はい、もうそのね、はい、今の現行の林業、一般的な林業は10トンとかの林業もあるんですね。でも幅が2メートル、ちょっと50ぐらいですね。小さい3トン以上ですね。2メートルなんか30が多いよね。30、30、はい、うん。ほとんどでも谷もそんなに処理 し, てしないで、うん、済んでますね。はい、うん、で、やっぱり谷の時だけちょっとこう低に添えちゃったね。はいはい。うん、あんまり意識したのは、温暖配水、うんうん、あの、うん、あ、ここに。うん、はい。うん、することないんです、うん、両脇か両方から少し下げてる、うん、そうそう、はい、うん、いきますよ。意外とこういうんですよね、なかなかうまくいい位置に倒れますよね。ほんで私必ずね、はい、こういう細い手も、うん、こんなんとか悪いような木、はい、木なんとね、残すの、うん、このためなんです。これいた時に、うん、こうやってあの木で止まるでしょ、はい、うん、なかったら下に影響あったら、ね、下の木やらんでね、うん、はい、うん、だからこういうとかこういうとか、うんうん、こう針葉樹の曲がったような悪いやつでも、うん、あの他の木に害、うん、害せんやつは残します。うん、はい、うん、これ2トン茶でこれ1回切り返しは1回ちょっと切り返して登るような感じですか、この上行く、あ、ここですか、うん、ええ、ここはちょっと無理なんでね、うん、ちょっと向こうで行って、はい、行って返していって、うん、こう行きます、うん、ここの場合は、はい、うん、はい、そうですね、全部そうやっていけるようにしなくていいんですよね、どこかで切り返せば、はい、うん、そんであの平面でもね、はい、普通行政とはなって1回でも回らないぐらい、うん、はい、私は2回ぐらい切り返すのがいいんですよ、うん、はい、うん、どっちを自然をね大事にするか、うん、道を優先するかの違いですよ、うん、いや、それはいいの見えました。、うん、奥でね、あのこう切り返せるところを作れるわけですからね。はい、こんなところですかね。高田博臣さん、土中環境の高田博臣さんが、この橋本さんの山は、100ヘクタール、まあさっきも言いかけたんですけど、100ヘクタールあるところに30キロ、の道をつけてるんです。高密度路網って言うんですけど、その路網を張ることで、どこにでも、山に、たどり着くことができる、もう機械所って2時間、3時間歩くんじゃなくて、そこでめがけて、木を切って出してくるという、そういうまあ経済的な側面で、そうですね、本当に樹齢もすごく様々あるので、非常に価値の高い、木なんかも生産できるんですけども、そことはまた別の観点なんですね。先ほども映像にも出てたように、残す、木を残すっていうことで、大体ですね、その林業で木を切るときなんかは、こう、下の干木っていうんですけど、それをバーッと切っちゃって、そこで倒すんですけども、そういうのは支給をしないんですね。で、その残った木の中に、まあ、クロモジであったりですね、まあ、椿もそうですし、昨日、一昨日、まあ、坂田さんという方から聞いたのは、あ、これは、カンアオイですね、とか言うんですね。で、これは、まあ、そこに、なんか、綺麗ではない花が咲くらしいんですけれども、見た目も悪いんですけど、もう絶滅、東京都が絶滅危惧種になっているようなもので、実は岐阜町ってすごい貴重な、蝶々の、産卵する場所らしいんですね。徳島大学の教授が調べたところ、ここの山には250種の、植物があるということで、徳島県の絶滅危惧種レッドデータにも10種類が載っているという、まあ、そういうこの、木を切る、木材生産をしながらも、こういう生態系の豊かなものを、まあ、意識せずに、出来上がってるというところに、実はそこに、その高田さんであったり、まあ、昨日も来られた坂田さんとかの考え方が通じる現場があったということで、坂田さんなんかはですね、こう、杉とヒノキで、どうしたらいいか、希望を失ってる人たちに、希望を与える山だね、ということを言ってました。まあ、その、杉ヒノキだとね、こう、あんまり嫌われるというか、のものなんですけど、橋本さんとかも素晴らしい木があるということですね。そういう山を築いてきたということになります。一つ紹介しますとですね、橋本さんのが、伝えてることなんかは、木一つ傷つけるな。石一つ落とすな。虫一匹たりとも殺すなっていう。
ことをモットーにしております。本当にですね、こういうんぼでガガガってやってたらですね、さっと空振りするときは、さっと空振りして僕の目の前にパッと、ユンボのパケットが行ったと思ったら、ポトッとカニが落ちてくるっていう驚愕の、それだけこう、オペレーションしながらも虫を見てるっていう。まあそういう方が、自伐型林業推進協会を支えてくれている講師の一人ということですね。その山が、エンディングではですね、この山が一体今どうなってるのか、実はかなり、世界的に、まあ日本の中でもそうですけど、世界的にも注目されるような流れに繋がってきてるということを紹介して、今日は、終わりにしたいと思います。というわけで今日は、高田博美さん、橋本、さんの山を巡るということで、お伝えしました。それではまた。エンディングで。日本一林業専門番組、自伐ニュース、今日いかがでしたでしょうか。ですね、まあ、来週もですね、この続編ということで、山を見た後ですね、橋本さんのご自宅に行きまして、高田さんと橋本さんが対話をするというところがあったので、それについてもですね、来週お届けしようと思います。で、この橋本さんの山なんですけれども、実はですね、環境省、今、去年施行段階でやってるんですが、自然環境保全という自然共生サイトっていうのがあるんですけれども、そこにですね、登録に値するという形で、今、試行錯誤の、試行的なところから、今年、もう登録に向けて動いています。まあ、これはですね、まあ、日本全国の中で、100% ある、森林の中の、まあ、国土の 67% が山林なんですけども、そのうちの3割を、守っていこうというか、環境保全型にしていこうという動きが、森だけじゃなくて、海とかですね、そういったところでも出てきてます。で、20% はそのうちの、だから 30% の中の 20%、30% の 20% ですね、の部分っていうのは、国定公園とか、そういったところで守られているということに一応なってるんですけども、10% をどうしていくかということが、実は試されていまして、で、そこに、実はこの、橋本さんの山、が、もう登録されるという形になっております。で、これ、ま、自伐業の、これ自伐業についての、事業報告書、の中にあるんですけれども、それでですね、この橋本山林が登録されていること意味なんですけど、実はこのリストでも登録されている中ってほとんどの広葉樹なんですね。広葉樹、針葉樹っていうのは、人工林ですね。人工林があるのはこの橋本さんのとこだけなんです。で、人工林っていうと、すごくやっぱ嫌われてるし、今、ね、政府の方では、何でしたっけ、こう、花粉症にならないために、花粉のない杉にするために皆伐をするということまで言われてるんですけど、そんなに問題なのかと。橋本さんの山っていうのはもう人工林ですから、人工林のところがこれだけの生態系が豊かなものになってるっていうことが、すごくポイントでですね、実際に今、自伐型林業を始めてる人たちのところなんかも人工林が多いところです。で、そこで橋本さんのような山づくりをしていくことが、実はすごく大事だということですね。で、橋本さんのところは補助金とかも受け取らないで、ずっとやってきているところなんですが、まあ、あれですね、面白いです。本当、山鳥がそこにいたから、ここは道行けなかったから迂回するっていうこととかですね。枯れてる木は、生き物の巣になるかもしれないから残すとか、まあそういうことを心がけてる橋本さんのところを、もしね、この環境的な側面で素晴らしいねっていうことが国民が合意できると、まあそういう生態系を発見したらそこに補助が出るとかですね、あまりこの切りすぎるところに対する補助ではない別の放射界制度ができてきて、素晴らしい山が今後広がってくるんじゃないかなというところが、この、今回は私たち自伐型林業推進協会がですね、環境プロジェクトということで動いているところの、本当の狙いというところになってきております。長々と言っておりますが、このですね、実は、2つご案内がありまして、このプロジェクトなんかも含めてですね、自伐型林業推進協会、10年目に入るんですけれども、総会が6月の29日、午後から、大阪で、行われます。で、これはもうサポート、自伐協の正会員があるんです。サポーター会員にも案内を出そうと思ってますので、自伐協のホームページ、からですね、まあ、無料です、サポーター会員は。多分来週に、案内が出ると思うんで、もし興味のある方いたらですね、
6月29日2時から、大阪で、開催されますので、予定を空けといてもらって、そのサポート会向けの案内を受け取って、申し込みをするというところに、やっていただければというふうに思っております。さらにですね、その高田さん、と、昨日あの坂田さんなんかもですね、また今後、オンラインイベントなんかもしていこうねということを、話しておりますし、自罰協としてもですね、まあ、それは地球森という高田さんの団体とかとの、やってるところと一緒にやるんですけれども、自罰協としては、この環境プロジェクト3年ぐらいかけてですね、こういう OECM に登録される山林をどんどん登録できていくような、ことをお手伝いするような動きをしていこうと思っておりますので、ぜひ、注目していっていただければというふうに思います。長くなりましたが、日本唯一の林業専門番組、VIVAZニュース、今回は環境プロジェクトについて、お届けしました。それではまた来週、サポーター会員になっていただければと思います。そして VIVAZニュースの登録もよろしくお願いします。戦後の日本。山にはたくさんの木が植えられました。50年以上の月日がたち、木々は今切れるまでに成長しています。現在主流となっている大きな林業、この方法は山に大型の林業機を入れて大人数で行います。一度にたくさんの木を切り出せますが、その場所にあった森はなくなってしまいます。木のない山は崩れやすく、災害を起こしやすくなってしまいます。私たちが提案する小さな林業、自伐型林業は、家族ほどの少人数で山に住みながら木を切ります。コンパクトな機械だけを使うので、一度にたくさんの木を切ることはできません。ですが、山に適度に木を残しながら長く続けていくことができます。木が残り続けることで CO2 の固定量を増やすこともできます。こうして長い年月をかけてゆっくりと多様な動植物が育ちやすい豊かな森へと変わっていきます。豊かな森には人が集まり、山に仕事も生まれていきます。持続していく森を